トラバンチャンネル。おめでとうございます、新年を迎えまして今率直にどんな気持ちですか？いよいよだなっていう気持ちが一番です。年末年始はどのように過ごされましたか？家族とゆっくり過ごしました。こうあれですか、下村家の恒例の行事といいますか、なんか何かを食べたりとかどこかに行ったりとかあるんですか？いや、毎年はすき焼き食べてたんですけど今年はなかったです。なんでかわかんないですけど今年は何を食べましたか？うなぎです。はい。おばあちゃんが用意してくれました。プロ入りが決まっての迎えるお正月でしたけれども、はい、ご家族や親族からはどんなお声をもらいましたか？いや、まあ頑張れとかおめでとうっていうことはたくさん言われたんですけど、あんまりそこには触れることなくっていうか、まあ、いつも通りの時間をいつも通りのお正月を過ごさせてもらいました。自転車でこの場所に来られましたけど、はい、この河川敷っていうのはこう何か思い出があったりするんですか？もうちっちゃい頃から小学校の野球行く時もこの向こう側の河川敷のグラウンドでやってましたし、なんか練習するってなった時はまあ、ランニングとかするなら基本的には向こう側で走るっていうのが多かったんで、もう小さい頃からずっとここでやってました。まあ、ボードデュストレ入場も控えてますが、どのようにそこに向かっていきたいと考えてますか？いや、もう入場まであと何日っていうのはすごい意識していて、まあ、ただ入ってから、まあ、一番は怪我をしないようにっていうところだけを考えてもやってるので、もうその怪我しないっていうところをしっかり達成できるように準備していきたいと思います。勝つです。やっぱり負けたくないんで、何事もその勝ちにこだわってというか、そういうところを意識して向上心を持ってやっていきたいなっていう意味で選びました。改めて2024年の目標をお願いします。2024年、まあプロとしては初めてのシーズンになるんでわからないことだらけなんですけど、まあその中でもやっぱり自分の生きる道っていうところをしっかり探して、まあ、やるべきことをやって、まあ、この勝ちっていう字を選んだんで、まあ、少しでもそれを手繰り寄せれるように、まあ、一生懸命頑張りたいなと思います。勝つために強化したいこととか今強化に取り組んでいることがあれば教えてください。まあ投げるボールだったりそういう一つ一つのレベルアップっていうところも絶対必要になってくるんですけど、やっぱシーズン
通して戦い抜くためには怪我をしないっていうところが一番だと思うんで、その怪我をしない体作りっていうところが一番今必要なのかなっていうふうに思ってます。具体的に何かを伸ばしたいとかではなくて、まずは体を作っていく。伸ばしたい気持ちももちろんあるんですけど、まずは体作りっていうか、やっぱ大学時代も怪我に悩まされたことがあったので、まあ、そこに対しての思いは強いです。ありがとうございました。ありがとうございました。これどっからさ、道路が乗り上げるか話。あっちが乗り上げる。ありがとうございました。ありがとうございました。